2022年9月以降、アメリカから供与された M142 号機動ロケット砲システムハイマースから発射される GPS 精密誘導が可能な、射程80キロとされる長射程精密誘導ロケット弾によってウクライナ軍が反転攻勢に転じたね。ウクライナ軍によって、北東部ハルキウ州における占領地をほぼ奪還され、南部ヘルソン州では州都ヘルソンを含むドニプロ川西岸地域を奪還されたロシア軍はヘルソン州東岸に撤退したぜ。この戦いでにおいてハイマースの働きは凄まじいものだよね。バイラクタルと合わせて MVP だと思うな。さて今回はクリミア半島奪還作戦においてのハイマースについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2014年にロシアによって一方的に奪われたクリミア半島奪還を目指すウクライナ軍は、ハイマースの長射程精密誘導ミサイルによってハルキウ州やヘルソン州において反攻前に実施していた。ロシア軍の補給路を遮断したようにクリミア半島への補給路を遮断することによって奪還を狙っていると見られていたね。アメリカのシンクタンクの一つ欧州政策分析センターにおいて戦略研究責任者を務める。元アメリカ陸軍欧州軍司令官ベン・ホッジス退役中将が2022年10月2日に、ウクライナ軍による反攻の勢いからするともう間もなくクリミア半島付近に到達し、クリミア半島内にあるロシア軍基地に対してハイマースによる攻撃が可能となる地点まで進出するであろうとして、ウクライナのゼレンスキー大統領が悲願としているクリミア半島奪還の可能性が見えてことについて全ての道はクリミアに通ずと、フランス詩人のラ・フォンテーヌの全ての道はローマに通ずとの言葉になぞらえたタイトルでツイッターに投稿したことが話題となり、クリミア半島の奪還が近いとの見方が広がっていたんだ。しかしウクライナ軍はヘルソン州を東西に二分して流れるドニプロ川西岸に達し、州都ヘルソンを奪還してロシア軍をドニプロ川東岸に退却させたものの、ロシア軍が東岸において防御陣地を構築するなどして守りを固めたことや、ウクライナ軍が半壊させていたドニプロ川に架かる橋をロシア軍が破壊したことなどにより、ウクライナ軍は一気に東岸に渡過することができず、2023年3月下旬現在においてもドニプロ川の渡過作戦は行われずクリミア半島へのハイマースによる攻撃は実施されていないな。ウクライナは現時点においてクリミア半島のほか、東部ドンバス地方のルハンシク州の大半とドネツク州の3分の2の地域に加え、南部のザポリージャ州とヘルソン州の半分ほどの地域をロシア軍に占領された状態で、4州を一方的にロシアに併合された形となっているよ。本来であれば4州すべてとクリミア半島を奪還することで、国土の完全回復を果たしたいところだろうけど、現実的には東部ドンバス地方においては、以前から新ロシア地域でウクライナからの独立を目指している新ロシア派武装勢力との紛争が続いていることもあって、ゼレンスキー大統領は2州においてロシアとの国境までロシア軍を押し戻すことは難しいと考えている可能性が高いと見られているんだ。その一方でクリミア半島については、やはりロシア派の住民が多いとされていながらも、ウクライナが支配していた頃からの主要な軍事施設であるセバストポリ軍港や、大規模な飛行場などがあることなどから奪還を目指していると見られ、ゼレンスキー政権ではロシアに停戦を持ちかけるきっかけとして、南部2州とクリミア半島の奪還を成し遂げたいと考えているのではないかとの見方があるよ。しかしロシア側としては、セバストポリ軍港はロシア海軍黒海艦隊が黒海に展開する際の重要な軍事拠点となっていて、黒海艦隊司令部などが置かれていることから、徹底抗戦の構えを見せていてクリミア半島とヘルソン州がつながっている地域に強固な防御陣地を築いているとされていて、ウクライナ軍がこれを突破するには大きな戦力が必要になると見られているな。これらの状況から考えれば、ウクライナ軍は西側諸国から新型戦車など膨大な武器の支援を受けているものの、それらを使用するための訓練や配備にはまだ時間を要することから、雪解けのぬかるみ解消とともに東部戦線と南部戦線の両面で一気に反転攻勢に出ることは難しいとする声が多いぜ。西側諸国からの供与が決定した新型戦車のうちドイツ製のレオパルトにはウクライナ国内への輸送が開始されているほか、
イギリス製のチャレンジャーには訓練中でもう少し時間がかかると見られているね。また、アメリカ製の M1A ブラムスは当初最新型 M1A2 の新造車両を提供するとされていたため数年かかるとされていたけど、それでは時間がかかりすぎるということで旧式の M1A1 に近代化改修を施して、2023年の秋までには31両が供与されることになったものの、この春の反攻作戦には間に合わないことになるんだ。現時点でクリミア半島に配備されているロシア軍の兵力は不明で、ウクライナ侵略以前にはセバストポリに黒海艦隊司令部、海軍歩兵旅団司令部、沿岸ミサイル連隊の基地が4カ所のほか、12カ所以上の基地があり、黒海艦隊を中心に半島の兵力は2万数千人とされていたよ。そのうちの地上部隊戦力としては、第810海軍歩兵旅団2500人と、他に数百人ほどの海軍特殊部隊が配備されていた程度であったけど、侵略開始時に駐留していたヘルソン州、ザポリージャ州侵攻陸軍部隊の一部が残留している可能性や増援部隊がロシア本土から送り込まれている可能性を否定できず、地上兵力の実際については不明なんだって。この先、南部戦線におけるウクライナ軍の侵攻ルートとして、ザポリージャ州の州都ザポリージャ方面からアゾフ海に近いメリトポリを奪還して、クリミア半島に向かって南下するルートが想定されているけど、その場合はヘルソン州に展開しているロシア軍部隊をクリミア半島に追い込むことになるな。そうしておいて、ハイマースや M270 などのアメリカ製多連装ロケット砲システムマースによって、クリミア半島北部のロシア軍防御陣地を攻撃して破壊した上でクリミア半島にウクライナ軍部隊を送り込むと見られているぜ。また、アメリカ製のマースからは長射程ロケット弾の他に、射程 300km の地対地ミサイル MGM-140A タクムスを発射することが可能で、ゼレンスキー大統領はアメリカに対してこの A タクムスの提供を求めているみたい。それは、A タクムスがウクライナ軍に供与された場合、ウクライナ軍はヘルソン州のドニプロ川西岸を奪還することなくクリミア半島のクリミア大橋を攻撃できるだけでなく、ザポリージャ州への補給路を断つことが可能となるほか、東部戦線においてもロシア本土とドンバス地方の補給路を遮断することも可能となり、ロシア軍を弱体化させることでウクライナ全土奪還への道筋が見えてくるからなんだ。ウクライナ軍にとって決定打になりうる兵器ってわけだね。しかし、アメリカのバイデン政権はエイタクムスを使ってウクライナがロシア本土を攻撃する可能性があり、侵略戦争のエスカレーションにつながる恐れがあるとして供与を認めておらず、このままであればウクライナ軍は損害を覚悟してヘルソン州とザポリージャ州を奪還しなければクリミア半島を奪還できないことになるぜ。その状況を踏まえてか、ここに来てアメリカが2月3日に、A タクムスと同様にハイマースや M270 から発射可能な、GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小口径爆弾を供与することを発表したよ。この GLSDB はマースから発射された後、ロケット推進によって高度を稼いでからロケット推進部分を切り離し、弾体に収納されている翼を展開して滑空しながら GPS 誘導によって正確に標的を攻撃できるため、ウクライナ軍はドニプロ川西岸からクリミア半島北部のロシア軍防御陣地を攻撃可能となるんだ。また、アゾフ海沿岸からクリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を GLSDB で通行不能にすることも可能となり、昨年の反攻時ドニプロ川の橋を完全に破壊せず歩兵や軽車両のみが渡れるようにして、ロシア軍が戦車などを放棄して逃げるように仕向けたように、自分の損害を最小限に抑えつつクリミア半島を奪還できるとの見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。